皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。本日は、石仏 ?381 系は、なぜ、ゲロシオと呼ばれたか?をお送りします。また、副題は、たくさんの人を酔わせた、あの列車が引退となっております。2022年3月のダイヤ改正で引退するようです。たくさんの人が石仏するほど、うっとりするような列車だったのでしょうか?違います。たくさんの人が、この列車に乗って酔った人が多かったからです。そうなのですか。本当に酔わせたのですね。そう。今日は、381系が、なぜ、人々を酔わせたかに迫ります。実は、ウプ主も被害者の一人です。ウプ主は、乗り鉄ですよね。乗り鉄が電車に酔うのでしょうか。はい、私もびっくりしましたが、本当に酔いました。後で詳しく説明します。では、その酔わせた381系の簡単な歴史をご紹介します。381系が最初に投入されたのは、中央西線の特急、信濃でした。中央西線と信濃の移線の電化に伴い、1973年に登場しました。電化によって、多くの特急が大幅にスピードアップしてきました。しかし、曲線の多い線区では、その効果も享受できないため、本形式が開発されたのです。ところが、スピードアップを重要視する国鉄は、乗り心地を犠牲にしてしまったのです。さらに、伯備線や紀勢本線が電化された際に、この381が投入されました。西日本を中心とした列車だったのです。1994年12月から、381系のスーパーヤクモに対しても、座席や塗装の改造が施されました。この時から、パノラマグリーン車が連結されました。さらに、約20億円弱の工事費をかけた黒潮編成に準じた大規模更新工事が行われ、2010年8月から全列車がリニューアルしたゆったりやくもで運転開始しました。予算のない JR 西日本は、体質改善工事を施す体質であり、国鉄型を温存する傾向があります。特急列車でさえ、心臓よりは改造を施し、コスト削減を図りました。しかし、改造後も、まだ気分の悪くなる人続出で、このゆったりやくもは、ぐったり白もと揶揄されました。以前の動画、列車あだ名大集合でもご紹介いたしましたが、紀勢本線381系も、乗り物酔いの人が続出。ゲロシオというあだ名が付けられました。では、なぜ気分が悪くなるのでしょうか。振り子式車両は、曲線通過時に、車体を内側に傾けて遠心力を緩和することで、普通の車両よりも、時速 15km から 20km 速く走れるような仕組みです。この381系は自然振り子方式という方式です。遠心力がかかってから傾くので、傾きに遅れが出るのです。片一方のカーブだけならいいのですが、これが左右 S 字カーブとなると振り、遅れがますます生じます。振り遅れ、振り戻しが連続して、乗り物酔い客が続発しました。これらの問題の解決を目指し、1981年から1982年にかけて制御付き自然振り子式が開発されました。いくつかの実験を経て、1989年設計された JR 四国の2000系機動車で初めて実用化されました。この成功により、以後、この方式は、すべての JR が採用しております。しかし、JR 西日本は、ずっと、この381系を伯備線で使い続けました。ところで、両原因が果たして振り戻し、振り遅れだけが原因なのでしょうか。私が381系に乗って酔ったのは、私と1名くらいで、あと18名は何ともなかったのです。人によっても差があることが分かったのです。ある説には列車から発信する音の周波数も関係しているというのもあります。列車から発する音、曲線のきしむ音、ポイントを通過する音の低周波数が影響している説もあります。だから比較的若い人や女性などがなりやすいそうです。先ほどの玉造温泉への慰安旅行での381系乗車では、中年のおじさん、おばさんは、全く何もなっていませんでした。不思議に思いました。なぜ私だけ?でも、後々調べていくと、同じ酔いをした人が多かったことに気がつきました。もちろん、このデータをもって、制御式車両の技術向上が図られて、今の新型の新車は、381系ゲロシオのようなことは、ほとんど起こらなくなりました。2000系、南風、機動車、883系、ソニックなど、現在では、非常に、たくさんの改良制御式振り子電車が走るようになりました。381系を2022年まで延命する JR 西日本は、
そこまで地に落ちたのかと疑いたくなる次第です。だから、381系の引退を聞いたとき、なんで今頃という感がありました。2015年に、北陸新幹線の金沢延伸で、サンダーバードとして使われていた683系2000番台が余剰となり、交流機器を外して、289系に変身式製本線に投入されました。あらら、また、中古車両の配置転換という感じですね。これにより、381系のある編成は、伯備線へ、ある編成は、廃車となりました。あくまでも、伯備線に、この、ゲロ仕様を使い続ける意味は何があるのでしょうか。単に、列車の統一を図っただけでしょうか。ようやく、伯備線の重要性に気がついた JR 西日本。新幹線からのフィーダー輸送強化として、制御付け振り子方式を採用する新型車両273系を投入することが発表されました。381系は、これによりお役御免となりました。JR 東海では、特区の昔に引退しております。中央西線では、1995年から、制御付き振り子で自動車のような自己操舵台車も備えた383系への置き換えが始まり、翌年には、同線区での定期列車から撤退しました。国鉄型車両の引退に関しては、多くの皆様は、席別の感がありますが、この381系車両に関しては、顧客満足の観点から延命などをせず、JR 西日本は早く引退させるべきだったと思います。最後に結論です。381系がゲロ塩と呼ばれた理由は2つあります。振り子初期の自然振り子方式で走行中に、振り遅れや低周波数の音を発して酔った人が続出したこと。そして、もっと重要なのは、他社は制御式振り子列車を運用しているにもかかわらず、JR 西日本だけ、381系を伯備線に温存し続けたからです。もっと早く新車に変えるべきだったのです。